はい、どうも皆さん、こんにちは、いずこです。それでは今回なんですけども、マスターカードの磁気ストライプが廃止されるかもということで、今回はクレジットカードの国際ブランドの一つ、マスターカードについてですね。この動画ではマスターカードの磁気ストライプがもしかしたら今後なくなる可能性があるということと、ここ数年のクレジットカードの傾向も簡単にまとめましたので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは いってみましょう。まあそもそもね、クレジットカードの代表的な国際ブランドといえば、ビザはもちろん、マスターカード、そして JCB、アメリカンエクスプレスって感じで、まあこれらがね、大体見たことあるような国際ブランドと思うんですけども、今回お題にさせていただくのはこちらのマスターカードということでございます。で、今回このマスターカードなんですけども、まあちらっとね、ちょっとツイッターとかの情報を見ててですね、今後このマスターカードで発行されるクレジットカードであったりとかデビットカード、 これの磁気ストライプがなくなるかもしれないということで、チラッとね、記事を見つけたんですよ。で一瞬磁気ストライプって何ぞやってなるかもしれないんですけども、こちらがね、クレジットカードの件名の表面として、裏面のですね、この部分、この、 黒のラインのところですね。これが磁気ストライプって言われるもので、まあ、決済するときにカードを、まあ、スワイプ、スライドさせて決済することで、まあ、この磁気ストライプを使うことっていうのはあると思うんですけども、これがね、今後このマスターカードで、まあ、なくなるかもしれないっていうことで発表がありました。まあ、こちらがですね、マスターカードニュースルームということで、まあ、マスターカードのいわゆる公式ページなんですが、日本語向けのページがなくてですね、こちらのページを Google のですね、この翻訳、日本語に翻訳をして、ちょっと見てみたいと思うんですけど、 も翻訳したものがこちらなんですが今ここにも出てるようにさようなら直ストライプということでちょっとね翻訳なのでちょっと変になってるかもしれないんですけども一緒にねちょっと記事を見ていきましょう直ストライプを左にスワイプということで8月の12日に公式が発表しておりますまあ、最初の方のこの内容を、まあ、パパッと見た感じはまあ、直ストライプが登場してまあ、便利になりましたよっていうことがざっくりと書かれております ま、この部分の内容に関してはおそらくですね、見た感じはあの IC チップのことを記載されてるのかなと思います。で、その内容を踏まえてここからですね、チップベースの支払いが定着した後の磁気ストライプによる支払いの減少に基づいて、新しく発行されたマスターカードのクレジットカードとデビットカードはほとんどの市場で2024年からストライプを持つ必要がなくなりますと、2033年までにマスターカードのクレジットカードとデビットカードに磁気ストライプがなくなるため、チップカードの処理を断 にににに進めるためたテクノロジーーー依存している残残りりのパートナーには長い滑走路が残りますとというこぁ、まあ、ちょっとね、ここら辺の翻訳がこれで合ってるのかどうかわかんないんですけども、ここですよね。2024年からストライプを持つ必要がなくなるということと、2033年までにということですね。まあ、これ公式が言ってるので、おそらく、まあこれぐらいの時には、本当にこうなってるのかなというふうに思うんですけども、まあ、今が2021年なので、まだまだちょっと実感が湧かないところではあるんですが、本当にこうなるのかもしれないですよね。 で、ここからですね、結構下の方に下がっていくと、まあ、いろんな歴史が書かれてるような感じなので、まあ、気になる方はですね、こちらも読んでいただいて、今度はここからなんですよね。まあ、ちょっとこの画像を見ていただいたらわかるように、いわゆるその磁気ストライプがない状態のマスターカードということで、す、めちゃくちゃシンプルになってますよね。ここにね、ロゴがあって、まあ、何かしらのカードだと思うんですけども、IC チップとこれがね、リップルマーク。で、カードの裏面見たらカード番号と有、有効期限と、セキュリティコードっていう。なので、ここら辺に、ね 普通あるねまあ、この内容を踏まえての説明っぽいのがですね、下にも記載がされておりまして、磁気ストライプは、チップカードが既に広く使用されているヨーロッパなどの地域は、マスターカードペイメントカードから2024年に消え始めますと。消え始めますって、まあ、ちょっとこれがね、これで合ってるのかちょっとわかんないんですけど、おそらくまあ、なくなっていく傾向にありそうだなっていうことだと思います。 ちょっとね、僕も全然英語わかんないので、こういった役がわかる方はね、教えていただければと思うんですけども。で、米国の銀行は2027年以降、熟意ストライプ付きのチップカードを発行する必要がなくなりますと。もうここでもう止まっちゃうみたいですね。2027年以降なので、まあ、あと6年ぐらい先にはなると思うんですけども、米国ではこんな感じ。まあ、日本ですぐこれが対応するかどうかちょっとわかんないんですけどね。で、消費者が簡単、迅速、そして安心して支払うことができるようにする、これらのクラス最高の機能を完全に受け入れる 時が来ましたとマスターカードのサイバーインテリジェンス事業の社長であるなんちゃらさんは述べていますと消費者にとって最良のものはエコシステム内の全ての人にとっての最良のものですとで、2029年までに新しいマスターカードクレジットカードまたはデビットカードに 磁気ストライプが発行されることはありません。もうこう、ちょ、っと断言してますよね。2029年なので、あと8年後ですかね。もうその時にはないと。で、現在、米国とカナダのプリペイドカードはこの変更の対象外ですということでございますので、まだ大丈夫っぽいような感じだと思うんですけども、いわゆる日本だったら、僕が持ってるカードですと、D カードプリペイドとか、AU ペイプリペイドカード、まあ、こういったものがプリペイドカードだと思うんですけども、そういったもの,の対象外と。まあ、これが日本がそれに該当するかどうか分かんないんですけどね。で、ちょっとね、ここも結構大事な内容かなと思ったんですけど んですけども支払い方法と支払い処理方法の変更が復旧されるまでには通常何年もかかりましたがパンデミックの間デジタルトランスフォーメーションのペースは急速に加速しましたということでいわゆるね今現在例のウイルスがとても流行っている状態だと思うんですけどもまあ、それがきっかけでねすごいまあいわゆるキャッシュレス決済が進んでるということなのかなと思いますで、2021年の第1四半期にマスターカードは2020年の同時期と比較してなんとですね10億件の非接触型決済 を確認したとこれ、めちゃくちゃすごいですよね。まあ、10億件ってあんまりイメージしづらいとこではあるんですけども、ま、あかなり、ま、普及してると。2021年の第二四半期には、全世界の全ての対面チェックアウト取引の45%がなんと、非接触型決済でした。と、これ、またまたすごいですよね。なので、ま、あ本当これはマスターカードに限らず、まあ、世界的に見ても、まだキャッシュレスっていうのが、まだ徐々に徐々に普及してるっていう感じですよね。ま、あちょっと日本はいまだにね、コンビニで現金を使うね、方も全然いらっしゃるんですけども、これはちょっと個人的には、おおーって思います はね。 まあ、とりあえず今お伝えした内容というのは、このページをね、そのままちょっと翻訳したものを僕が読んだだけなので、ちょっと気になる方はね、ご自身で翻訳してみていただいて、まあ、当の今お伝えした内容が僕が正しいかどうかもちょっと謎なとこではあるんですけども、わかる方いらっしゃればですね、翻訳で、まあ、コメントで書いていただければと思います。で、動画のですね、タイトルコールの時に、まあ、ここ数年のクレジットカードの傾向も簡単にまとめましたということで、まあ、僕がね、こういったキャッシュレスの発信を始めて約2年ちょっとぐらい今経つんかな。まあ、それぐらいして、まあ、どんな傾向 ここに今現在なってるかなということで簡単にまとめましたま僕がわかる限りなのでまあ、かなり昔の内容とかも特に入れてないんですけどもまあ、先ほどお伝えしたねマスターカードコンタクトレス決済これはもちろんなんですけどもビザのタッチ決済であったりとか JCB のコンタクトレス決済まあ、こういったのが搭載されたねクレジットカードが徐々に出てきたりとそんな中でも裏面に番号が記載されてるものまあ、ここもね徐々に登場してきましたよねまあ、代表格で言えばやっぱり SMBC 三井住友カードまあこれが出てきた時はねもともとのパル のシシンンンでもねねデデザザイイを一新してもうかなななり、ね、シンプルでシックなデザインになったとまあ、そして、近未来っぽいね、ちょっとデザインで賛否両論出てきたカードの一つではあると思うんですけども、もともとね、カードの表面には、クレジットカードの番号と有効期限とか、まあ、大体そういったものが記載されてるんですけども、これを全部、このカード裏面になったということで、番号の並び方もね、かなり特徴的にはなったんですけども、まあ、これぐらいがきっかけで大体カード番号が裏面になったね、クレジットカードが、まあ、徐々にね、登場するようになって、まあ、ここ最近の話では、 であれば、あの三菱 UFJ カードですねこれもデザインを一新してちょっと前のデザインはパッと思い出せないんですけども、まあ、かなりねシンプルなデザインのカードになってこちらもですねカード裏面にこの場合はお名前とクレジットカードの番号そして有効期限みたいな感じで記載がされてるっていう感じのカードでございますまあ、他にもいい例で言うとあのエポスカードとかあれもねカードの裏面に情報が記載されるようになったりしたので今現在カードの傾向っていうのはまあ、結構そっち寄りになってきてるような感じではありますよ、ね で、さらにそこからですね、まあ、ナンバーレスっていうのもね、また徐々に登場しつつあるような感じなんですけども、まあ、代表格で言えばもちろんこちらね、三井住友 NL、ナンバーレスのカードなんですけども、こちらのカードはですね、先ほどのカードと違って、もう名前がですね、ここもなくなっちゃってるんですよね。で、そこからさらに裏目を見ると名前がここには出てるんですけども、 カードのですね、情報がほぼほぼないんですよね。そうなんですよ。カード番号であったりとか、有効期限とか、セキュリティコード、まあこういったものは全部なくなって、もうスマートフォン上でどちらも確認ができるようになっているということでございます。 ま、iPhone の方であれば、ま、Apple Pay とかに設定して使われている方も結構多くなってるような印象ではございます。ここ数年前でナンバーレスって考えたらちょっと違和感めちゃくちゃありますよね。番号もないっていうカードはね。で、三井住友ナンバーレス以外にも、ま、ちょっと前にもね、登場した、こちらもナンバーレスのカードの一つだと思うんですけども、プリペイドカードの6グラムっていうカードですね。こちらも、もうスケルトンということで、カード番号も名前もないっていうね、かなり異次元のカードの一つかなと思います。確か今現在はリアルカードの 発行が今停止しているような状況なので、まあ今後どうなるかというのは分かんないんですけども、こちらもねかなり。 画期的なカードの一つかなと思いますでさらにそれと含めてですねこちらセゾンカードデジタルっていうね以前僕も動画で紹介したことがあるんですけどもこちらのカードはカードの表面には名前があるんですけどもカードの裏面にはですね特に情報が載ってないというようなカードとなってますのでこちらもスマートフォン上でカード情報を確認するようなものとなっておりますなのでこのナンバーレスの内容を踏まえてもやっぱりこのセキュリティ強化の一つとしたらかなり面白いものになってるんじゃないかなという風に思いますで今回の内容の時期 ストライプが今後なくななくるかもしれないと、まあ、今回はね、マスターカードで発表がされたので、全部が全部そうなるわけではないと思うんですけども、そうなった場合、カードの裏面には、今後本当にこんな傾向になるのかってちょっと謎なとこではあるんですけども、僕自身はこういった発信をする上ではかなり興味深いところではあります。 まあそんなこんなで今回はマスターカードの磁気ストライプが廃止されるかもということと、まあここ数年のね、クレジットカードの傾向について簡単ではありましたけども、まとめさせていただきました。まあ正直ね、僕もキャッシュレス自体っていうのは本当ここ数年の話なので、全然クレジットカードとかの歴史とかも全然詳しくはないんですけども、 やっぱりね、新しいこう取り組みとか、どんな風に何かしら進化するものとか、そこら辺はね、すごい興味深いところではあるので、今後の傾向にはすごいね、また注目したいところではあります。まあ、ぜひですね、今回の内容を踏まえて、何かしらこんな風になるんじゃないかなとか、何か思うことがあればコメント欄書いていただければと思います。で、今回参照させていただいたマスターカードの公式のリンクも概要欄に貼っておきますので、ちょっと英語の内容にはなるんですけども、興味ある方はですね、ぜひ見ていただければなと思います。ということで、本日の動画は、 以上ですご視聴どうもありがとうございました